皆さんこんにちは。今日はですね、先日配布を受けてくださいましたマキ様が再度ご来院をくださいまして、はい、マキ様、はい、前回は配布受けていただいていかがでしたか？友人とかに痩せたって言われる、実際体重増えたんですけど。あ、そうだったんですね。はい、痩せたって言われることがすごい多くて、お顔がじゃあシュッとさらに締まった感じですね、きっとね、うん、嬉しくて、はい、ね、それでこの前も先生にお話ししていただいたヒアルロン酸とボトックスがちょっと気になってしまって、はい、また来ちゃいました、はい、ありがとうございます。前回ですね、あの YouTube を振り返っていただくと、マキ様がウルトラリフトプラスハイフというハイフのメニューを受けていただいたあの回があります。でそこでですね、カウンセリングの際におそらく私ボトックスとかヒアルロン酸の話もちらっとご紹介をしていて、はい、ちょっと今回それを受けてみようということで再度ご覧いただきましたので、ちょっと改めてこの後再度カウンセリングをもう一回確認をさせていただいて、実際に治療を行っていこうと思います。今日よろしくお願いします。お願いいたします。そしたらですね、前回もお顔は拝見してるんですが、はいはい、もう一回ちょっと改めてお顔見たいので、マスク一度外していただいて、うん、あ、でもなんかハーフしたからか割と頬やフェイスラインとかが見ていただいて、はい、ちょっとこの辺少しシュッとこうした感じはありますよね。そう、横から見てここがすごい気になってたのがシュッてなったのが嬉しくて、はい、良かったです。ちょっとお顔と首の境が少しこうピタッとはっきりとした感じかなと思うんですが、前回受けたの1ヶ月ぐらい前でしたっけ？そうだったのね、1ヶ月ぐらい、ね、だからちょうどまたぐーっと引き上がってこっから来るとこなんですが、ちょっとね、前回もお話ししてたんですけども、ニコッと脇様鏡に向かって笑ってました。あ、そうですね、少しこの目尻や目の下のこの辺りのおしわ感ですとか、あとは眉間ちょっとグーッと寄せてみてください。例えば眉間のこの縦じわが寄せてなくても若干こういう風に影が入ってきたり、あと顎ですね、ここがちょっとこう梅干しじわが、そうですね、ありがとうございます、ちょっとこう表面にボツボツボツって出てるので、この辺りがボトックスのお注射で綺麗にできそうかなというところです。ナチュラルボトックスっていうメニューがあって、あのちょっとこうある程度表情の柔らかさを残しつつシワを軽減するっていうメニューがあるので、まあ、眉間、目尻、目の下、顎のあたりを、まあ、ガチッとシワを止めるっていうよりはこう少し軽めにあのボトックス打ってみるっていうのをまずやってみようかなと思います。はい、ボトックスやったことあったんでしたっけ？あ、はい、あります。目尻とエラに。はい。その時何か注射の後違和感とか気になることってありましたか？特に大丈夫でしたか？わかりました。前回のボトックスよりもナチュラルボトックスなので少し軽めの仕上がりにはなると思うんですが、ちょっとまああの一回眉間とか顎とかも含めてちょっといろんな箇所を打つので、はい、一旦ちょっとナチュラルボトックスで今回はやってみようと思います。はい、あとは輪郭がもともと本当にお綺麗で、さらにハイフが今1ヶ月目ぐらいなので、ここからさらにギュッと引き締まってはくると思うんですが、もう一段階さらに綺麗になっていただくことを考えると、少しこめかみのあたりヒアルロン酸が入ると、はい、目のまぶたのたるみも少しこういう風に支えられるし、輪郭としても綺麗になってきます。はい、あとは頬骨の下、ちょっとこの辺が痩せてるんですね。どうしてもこの辺りのたるみのもたつきが気になるとは思うんですが、これって実はこの辺が痩せてきたことによって、本来ここにあった組織がですね、こういうふうに落ちてきてもたついてるっていう部分でもあるので、むしろこの辺りにヒアロン酸が入るとちょっとここがクッと支えられる感じになって綺麗になると思います。なのでこめかみや頬のくぼみ、あと若干このマリオネットラインと言われる影のあたり、あと顎もとってももともと横顔で見た時の E ラインがとっても綺麗なんですね。E ラインというのがお鼻と口と顎で結んだラインがとっても綺麗なんです。前から見るとお顔が少し顎のラインがここ平らで若干こう四角い顎の形なので、顎にヒアルロン酸を少しだけ入れて、ここにちょっとこう立体感がこういう感
感じで出ると綺麗だと思います、はい、あんまり前に極端にこれ以上出す必要はあんまりないと思うんですが、ちょっとだけ入ると綺麗かなと思うので、うんうん、こういうところをちょっと調整するのと、あとこのクマのところです、うんうんうん、目の下のクマのところが、うんうん、そうですよね、ちょっと気になりますよねこれ、はいはい、で、まあ、目の下のクマっていうのが、まあ、根本的には外科的にですね、うんうん、クマを取る手術っていうのがございます。ただまあ今回みたいにちょっと簡易的な治療で1回やれるところまでってことであれば、ゴルゴ線のあたりちょっと鏡見ていただいて、はい、このあたりのボリュームをヒアルロン酸でちょっとこういうふうにふっくらと持ち上げると、今よりもクマの状態が少し良くなります。クマが完全には消えないんですが、だいたい4割から5割改善ぐらいで、よろしければ少し注射の治療でも調整は可能かなと思うので、そのゴルゴ線のあたりの調整と、あとお薬若干多分ここを入れつつも、ほうれい線の根元のこの辺ですね入るとより綺麗です。お花がとても高くて綺麗な方なので、この辺りの影が良くなるとよりバランス綺麗かなと思うので、うん、綺麗になると思います。すごいお顔がもともとシュッとしてる印象がより多分ですね、痩せてるところに平野さんが入ることで、うん、輪郭がこう卵型により近づいてきます。凹凸感があるよりも卵型の方がお顔って実はちっちゃく見えますので、入れることでなんか太って見えるのか。そうですよね、それすごくいろんな方に、はい、ご質問いただくんですが、うんうん、痩せてるところがあるからなおさらたるんでるところが盛り上がって見えるっていうことでもあるので、うん、まずその視覚的な凹凸感をなくすっていうのは、はい、実は結構綺麗に見せるポイントだということと、あとは痩せてる部分があることでたるんでいる組織っていうのをヒアルロン酸を補うことでちょっと軽くこう支え上げるようなイメージになるので、実はこうまあ、大きなリフトアップ効果ではないにせよ、ちょっと軽く手を支えた添えたぐらいの感じのリフト効果っていうのをヒアルロン酸でも出すことはできます。なのでそれによって小顔効果を作っていくっていうイメージですかね。はい、楽しいですねボトックスを、はい、以前もこの目尻とかにやったことがある、はい、やってもらったことあるんですけど、でここのシワも気になってたんですけど、やっぱりなんか笑いづらくなっちゃうのかなっていうふうに心配してて、それでとりあえず目尻だけ入れてみようと思って入れたんですね、はい、でそういうのとかはナチュラルボトックスだともう自然な感じに笑えるって感じなんですね、うんうん、そうですね、まあ、多分通常のボトックスのメニューでも、はい、打つ量とか打ち方、うん、打つ例えばポイントとかは、はい、ドクターがある程度見極めてやるので、はい、通常のボトックスのメニューでも違和感ない仕上がりっていうのは可能ではあります。実はだからあえてナチュラルボトックスじゃないといけないってことではないんですけども、ただまあナチュラルボトックスは結局ボトックス打つ総量が少ないので、うんうん、はい、まあ、ある程度、まあ、変な言い方、うん、ちょっとこういい加減な打ち方を毎日ですよしたとしてもそんなに変になることはまずないと思います、うん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 、だからそういう意味で言うと通常のボトックスを軽めに打つっていう方がどちらかというとドクターの力量が少し出やすいことには、うん、正直言うと確かにそういう面はゼロではないと思うんですが、まあ、とはいえですね、まあ、湘南のクリニックのねこのグループにいるドクターでは、うん、全然みんな問題なく綺麗に打てるとは思います。はい、わかりました。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあこの後実際に治療をやっていきますので、ちょっと同意書とかですね、はい、そういった準備だけさせていただいて、はい、その後治療に移ります。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。すごい、すごいですね。今向かってご自身の右側ですね、うん、この辺ちょっとクマ少し浅くなったのと、うん、ストレッシャーも浅くなったかな。すごい、あ、すごい、眉
の形もちょっと眉尻こっちの方が上がってるの分かります、うんうんうん、ちょっとここが入ってこう目尻の垂れてる感じがちょっとこっちが上がって、あとこの頬のくぼみのところを入れてるので多分輪郭がこっちの方が顔がちっちゃく見えますよね、きっとね。ほうれい線はね、ヒアルロン酸 0.2cc ちょっとしか入ってないです。 0.25 ぐらい、すごい、いい感じですね。すごい嬉しい。あ、大丈夫もうちょっと後でひょっとしたら少しこの辺り足してもいいかなと思ってるんですけど、うん、ちょっとまず残りやりますね。お疲れ様でございました。ありがとうございました。今処置が終わりましたけれども、どうですか今ご自身、さっきねメイクもされ、うん、ちょっと軽くしていただいて、うん、お鏡見ていかがですか。いや、なんかすごいこういうふっくらしたことで自分でもちょっとなんか若返ったかもっていう感覚に陥ってます、はい、今注射をした直後なので、はい、少しお顔が若干腫れやむくみっていうのも若干あります、うん、で施術の後だいたいですね1週間から2週間かけて、はい、腫れが完全に落ち着いてきて、うん、なおかつその頃ボトックスの注射も効いてくるので、うん、はい、仕上がりとしては1週間から2週間後ぐらいが、はい、あの仕上がりとして思っていただければと思います、はい、ちなみにちょっとどんな治療をしたかっていうところでお話をすると、まず最初にこめかみのところですねを注射をして、少しこう目がご年齢とともにちょっとこう垂れ目っぽく皆さんなってくるので、目の開きを少しサポートするような感じでお薬を入れてます。でなおかつ輪郭もここがちょっとこうボリュームが出るとハート型のこう輪郭に近づくのでちょっとそこを入れてます。あとは頬のこの頬骨の下くぼんでたとこですね、ヒアロン酸入れてちょっとこうお顔が外側にこういう風に引き少しこう引き上げられるイメージで注射をしているのと、あとほうれい線、口角の下の影のところ、そしてここの顎先のところですね、ちょっとヒアロン酸で調整をしてます。で最後にちょっとここのゴルゴ線って言われるところの、あのへこみをヒアルロン酸で調整をさせていただきました。で一旦そこまでを運動薬を使ってやっていって、であとちょっとお顔の全体のバランスを見ながらですね、最終その後ちょっとここのエラのあたりですね、ちょっとだけヒアロン酸少しだけ入れてます。これなんで入れたかっていうと、ここがですねだん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 ボリュームが痩せてくるとちょっとですねこういう風にフェイスラインが前側にこっちにあったものがこういう風に前側に緩んできます。ヒアルロン酸でフェイスラインをちょっと若干外側そして後ろ側にこういう風に固定するイメージでヒアロン酸少量入れてます。あと同じようにこの頬骨のここのあたりですね、ここも若干頬の位置がこう内側下側にこう落ちてくるのを逆に外側に若干こういう風に、なおかつちょっと上方に支えられるようにヒアロン酸入れてます。反対側も一緒ですね。でなんでそういうことをしたかっていうと、全体的にお顔の輪郭がですねこう整って、最初ヒアロン酸パート入れて整って綺麗な卵型に近づいたんですが、もうちょっと少しこうリフト効果、ヒアロン酸によるこう頬が上がる感じとか、うん、フェイスラインがキュッとこう支えられる感じ、リフト効果もうちょっと出せそうかなと思ったので、ちょっと最後ヒアロン酸で微調整をさせてプラスいただいております。でボトックスが目尻、目の下、眉間、顎に打ってるので、
まあ、全体的にちょっと軽めな仕上がりで、うん、あのボトックスはさせていただいてます。マキ様このあと、1週間から2週間後ぐらいに一度お写真をまたあの撮りに来ていただく予定になっているので、術前とその仕上がりの、まあ、大体2週間後ぐらいのお写真とでどれぐらいの変化が出たのかっていうのをこのあと YouTube の最後のところで紹介をしたいと思います。はい、じゃあ今日マキ様、はい、ご覧いただいてありがとうございます。きっとハイフに加えて、うん、今日の注射の治療で多分トータルで見ると、うん、10 years back 10歳若返り十分できると思いますので、はい、楽しみにしててください。はい、お疲れ様でございます。ありがとうございました。